こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルへようこそ。このチャンネルではビジネス、自己啓発、小説などようなジャンルの本を10分前後で要約して紹介しています。本を読む時間がない方、読みたい本を探している方におすすめです。私が感銘を受けたり、学びが多かったり、面白かったりした本を選んで要約しています。要約では本の内容だけでなく、私の感想や考察も交えてお伝えします。動画を見れば本の概要や魅力がわかりますし、もっと深く知りたくなるかもしれません。ぜひ動画の最後までお楽しみください。もし動画が気に入ったら高評価やチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきますよ。タイトル、仕事の教科書、厳しい世界を生き抜く自分の作り方。クライマックスポイント、提案において重要なポイントは問いの立て方です。ペインを見つけ出し、最も重要な問いを設定し、その問いを分解して考えましょう。仕事における最大の武器はスピードです。仕事を素早く処理できる人は多くの仕事をこなすことができ、丁寧に取り組んで品質を高めることも可能です。わかりやすい文章を作成するには、動詞の法則、短文の法則、および共通感情の法則が効果的です。これらの法則を活用することで、読者に伝わりやすい文章を作り上げることができます。仕事が遅い人と言われないためのスピードアップ術を紹介します。スピードは最大の武器です。仕事ではしばしば量か質かと議論されますが、若い頃は量でも質でもなくスピードを重視すべきです。なぜなら仕事を迅速に処理できる人は多くの仕事をこなすだけでなく、丁寧に取り組んで質を向上させることもできるからです。スピードは仕事において最も重要な武器なのです。若い頃はというのは、仕事のスピードはビジネス人生の初期の数年間で決まることが多いからです。ゆっくりと働くことに慣れてしまうと、スピードを上げることは難しくなります。ですから、今どの年齢であっても、できるだけ早くスピード重視の働き方を身につけることが重要です。ビジネスの世界では仕事が早いタイミングが早いと評価されます。仕事が早いと評価されるためには、タイミング、つまりいつ行うのかという視点が重要です。具体的な方法としては、タイミングの法則を理解し上手に活用することです。つまり、次の3つのすぐを意識して実践します。すぐに始める、依頼された日のうちに少しでも作業に取り掛かること、すぐに提出する期限よりも早く提出すること、すぐに回答する即座に仮の回答をし、後日までに正式な回答をすること。上司やクライアントが部下や若い人に何かを頼む場合、期待されているのはタイミングであり、高度な業務スキルではありません。3つのすぐを身につければ相手の期待に応えることができます。また、ビジネスでは信頼が非常に重要です。信頼を築く方法は、実はタイミングの法則を上手に活用することなのです。すぐに始める、すぐに提出する、すぐに回答するという行動を繰り返し、信頼を築いていくと、いつの間にかあなたにしかできない仕事のチャンスが訪れるでしょう。スピード重視の仕事術を紹介します。仕事のスピードを上げるためには、目標の設定、分解、計測の3つの法則が有効です。まずは目標の法則。仕事に取り組む際には必ず目標を持ちましょう。知識の蓄積は大切ですが、まずは目標を明確にし、効率的な計画を立てて行動に移しましょう。目標を設定し計画を立てることで、仕事をスムーズに進めることができます。次に分解の法則。仕事のスピードを上げるには、タスクを分解することが欠かせません。一つの大きな仕事は、実は様々な小さなタスクの集合体です。それぞれのタスクを細かく分解して考えることで、効率的に仕事を進めることができます。そして、計測の法則。分解したタスクを要素ごとに客観的に記録し、数字や変化をメモすることが重要です。
例えばメールの返信ならそれぞれのタスクにかかる時間を計測してみてください。ロジカルに記録することで仕事の遅れの原因が明確になります。さらにタイミングの法則である3つのすぐに不安を感じるかもしれませんね。その不安を解消するための2つの構文をご紹介します。まずはイエス・バット構文。まずは断然やりますと言っておいて、その後に条件をつける手法です。自信がなくてもまずやりますと意思表示し、その後にただ正直あまり自信がないので教えていただけますかと細かい条件を確認すると良いでしょう。そしてヘルプニーデッド構文、イエス・バットの後にヘルプニーデッドと宣言し、相手に助けてほしいと伝えます。自分に足りない点を正直に伝えることで相手にも理解してもらいやすくなります。その場で約束を取り付けることも大切です。また文章を分かりやすく伝えるための法則もあります。まずは動詞の法則。すべての文章には必ず動詞を入れましょう。ただ話を伝えるだけではなく、動詞を使って行動や結果を示すことで文章がより生き生きとし、読み手に伝わりやすくなります。そして短文の法則。文章を短くすることで読みやすさが向上します。形容詞や副詞、接続詞を最小限に抑え、一文が長くても40文字以内に収めるように心がけましょう。短く書くことで文章がすっきりとして伝わりやすくなります。以上が仕事のスピードを上げるための法則やコツです。あなたはこれらのテクニックを使ってさらに素晴らしい仕事を展開することでしょう。提案法則において共通感情の法則は重要な要素です。しかし共通感情を文章に取り入れる方法には工夫が必要です。例えば営業成績の報告文、売上目標100万円に対して実績は110万円でした、好調であると私は考えていますという文章があります。これは単純明快で悪くはありませんが、ただの報告に過ぎません。もしもあなたが相手の心に響く文章を作りたいのであれば、共通の感情を組み込む必要があります。具体的には売上目標100万円に対して実績は110万円でした、私たちは好調と言えるかもしれませんが、社員たちからは安心した自分だけ数字が未達で残念という声が聞こえます。私自身も同じ気持ちです。ほっとした反面悔しさも感じます。なぜなら私たちならもっと成果を上げられるはずだと思うからですとなります。このようなアプローチを通じて相手から肯定的な反応を引き出すことができるのです。提案術においてイエスを引き出すための問いの立て方も重要です。まずは相手のペインを探し出すことが必要です。すべての問いは悩みや痛み、不満や不安、非効率などのペインに基づいています。そしてすべてのペインは幸せになりたいのに不幸せであるといった目標と現状のギャップから生まれています。まずはペインを明らかにし、そのペインを解消するための問いを立てるのです。次に最大の問いを設定します。最終的なゴールを明確に設定する必要があります。この問いが解けたら悩みがなくなるといった具体的な目標を持ちましょう。この際相手の視点を考慮し、上位の視点から問いを立てることも大切です。クライアントに提案する場合は担当者だけでなく上司や経営者のペインも考慮に入れた問いを立てることが重要です。最後に問いを分解することです。設定した最大の問いを小さな問いに分解し解決しやすくします。この際にはセントラルサブの法則が役立ちます。つまり大きな問いセントラルクエスチョンを立て、それを解決するための小さな問いサブクエスチョンに分解するのです。例えば世界一のシェフになるにはどうすればいいかというセントラルクエスチョンがあった場合、世界一のシェフの定義は何か、現在の世界一のシェフはどのような人物であり、若い頃には何をしていたかといったサブクエスチョンを設定します。これによってセントラルクエスチョンに答える手がかりを見つけやすくなるのです。提案のまとめ方について、あなたの提案が整いましたら次はその内容を明確にまとめる必要があります。
企業のカルチャーや業態によって適切な提案書のフォーマットは様々ですが、最も効果的な形式は目的背景提案詳細です。それぞれの要素を定義してみましょう。目的達成すべきゴールや目標、背景目的を達成するための背景や理由、提案目的と背景を考慮した上で、具体的なラインや提案内容、詳細目的、背景、提案に含まれないが重要な情報としてスケジュール、担当者、リスクなどがあります。詳細情報を記述する際には、トワイへの法則を利用することで提案の信憑性を高めることができます。人々がやらない理由を話す際に使われるとはいえという表現を活用し、徹底的に反論していくのです。例えば、もし提案が企画書であれば、類似の書籍がすでに存在している可能性があるというとはいえに対して、確かに類似書籍は存在しますが、その内容は古く、アップデートが必要なことは明らかですと書くことができます。これらのとはいえは、単に後から答えるのではなく、先手を打って反論することが重要です。最後に、健康と成長のバランスを保つための自己管理術という章がありますが、要約では紹介できませんでした。具体的なアドバイスとして、食事の時間を合わせる SNS で閲覧するものを制限する、新たなコミュニティに触れるといった、心身の健康に直結する提案が紹介されています。この本は左開きで横書きされており、教科書風のレイアウトと多くのイラストや図解が使われています。そのため、学生にも親しみやすい雰囲気を持っています。本書で紹介される仕事術は、早めに知っておくと何の損もありません。まるで予習をしているかのように、素晴らしい知識を身につけることができるでしょう。仕事は大変な連続です。時には自分よりも要領の良い同僚に恵まれているように感じたり、真心込めて書いた文章が見過ごされてしまったり、練りに練った企画が的外れと言われてしまったりすることもあります。しかし、この本はビジネスの世界でも困難な状況に立ち向かいながら、希望を持ち続けるあなたのために書かれた一冊です。著者の北野由雅氏は、これまで異なる3つの分野で経営戦略に関わってきました。それらの経験から、ビジネスは精神的な活動ではなく、フィジカルな作業の連続であると気づきました。そして、そのようなビジネスの世界で生き抜くための技術を共有するために、本書を執筆しました。本書は、北野氏がもし自分が若い頃に戻ることができるなら、次はこうすると言える仕事術を惜しみなくまとめた、まさに仕事の教科書です。習い事において技術の習得が重要なように、仕事においても技術は欠かせません。本書を読むことで仕事のスピードを上げるための考え方や、チャンスをつかむための構文、最強の提案フォーマットの書き方など、様々な技術を身につけることができます。また、全ページがカラーでイラストが豊富なので、楽しく読み進めることができます。ぜひ本書を読んで、どんな状況でも役立つ仕事術を身につけ、長く厳しい仕事人生を乗り越えてください。今回の要約はいかがだったでしょうか？動画が気に入ってくれた方はぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また、今回紹介した書籍を全文読まれたい方は、概要欄にリンクを載せてありますので、チェックしてみてくださいね。それでは、次回の要約もお楽しみに。